こんにちは。2017年10月16日です。札幌豊平峡ダムにやってまいりました。前回夏の終わりにここに来させていただきました。紅葉が綺麗だということを聞いておりましたんで、今日やってまいりました。ここの駐車場は250台収容とのことです。この駐車場の手前300メーターぐらいのところで、渋滞に入ってしまいました。駐車場がすでに満車になっておりまして、出てきた車分だけ入れるというような状態です。向こうの方から5、6台出てきますとこっちの方から5、6台分進めるという状態で、30分かかって、やっと駐車場の中に入ることができました。私の車は少し大きかったものですから、係の方がキャンピングカーの方に誘導してもらいまして、ここに止めてくださいということで、少し広い場所に止めることができました。観光バスが大型のものが4台ほど止まっておりました。前回はこの駐車場に車を入れまして、そこから歩いて、2キロほどあるんですけども、トンネル2つ越えてダムまで行きました。今回は前回行った時上の方に展望台があったんですが、そこまで登るちょっと体力自信がなかったんで、やめました。今回はそこに登ってもようと思いまして、バスに乗ることをいたしました。中国からの方が並んでおりまして、その後ろに並んだんですけども、後から来た、中国の方がどんどん前の方に行ってしまって、しょうがないなと思いながらいました。そしたら今度後ろの方に日本人の方が5、6名来られて、私の後ろに並ばれたんで、そしたらさすがの中国人も追い越してまで前に行こうということはなかったようで、随時後ろの方に並んでくれました。それでなんとか1台目のバスに、ギリギリで乗ることができまして、中に入ダムの方に行きました。もうバスはもうかなりのぎゅうぎゅう詰めで、もうタイヤがもう潰れてしまうぐらいの人です。中に行きましたらさすがにたくさんの方が、いらっしゃいまして、皆さん写真を撮ってました。ほとんどが外国人の方ばっかりです。珍しいのは岩のところに岩壁の山のこう岩肌に木が生えてまして、それが紅葉していると、こういう風景はめったにない非常に珍しい光景ですよということは風景ですよということは言われました。それで今回はそのさらに奥の方にあります資料館というのがあるんですが、そっちの方までちょっと歩いてきまして、資料館に入ってみました。2階の方には展望台があります。そこから見ましたらちょうど下の方にモーターボートが止まってました。非常に立派なモーターボートで、その資料館の下からこうスロープになってまして、ウインチで、必要な時にそのボートを下まで下ろして湖面を走って、また必要な時にまた使ってない時にまたそこから引き上げるというような形のモーターボートが、止まってました。また横の方には撮影やってる方がいらっしゃいまして、モデルさんを使って、素晴らしいカメラを使ってちょっと逆光になったんで、照明の設備も使いまして、写真を撮ってました。どういうアングルで撮るのかなと思いまして、ちょっと横行ってちょっと写真撮りまして、後から見たらさすがに素晴らしいアングルで写真を撮ってるなというふうに、思いました。横からちょっとこっそり撮ったんですけども、文句言われるかなと思いましたら、言わないで、大人の対応してくれまして、ニコッと笑ってましたけども、1枚か2枚撮ってすぐ、帰ってまいりました。その後前回行きましたそのレストランが あるんですが、レストハウスダミエールとか言うんでしょうかね、ダムミエールですね、ダムミエールっていうレストランがあるんですけども、前回行った時ここは閉まってましたけども、今回は開いてました。ロープカーが、こうで登っていくことができるんですが、このダムミエールまで、往復乗れないなんて片道だけ登りだけだって書いてあったんですけども、今回は往復で、帰りも乗れたようです。
まあ、それを知りませんで、ちょっとたくさんの方並んでましたんで、あの横の方の、あの道を使って登っていきました。でさらにここから先が、あの、まあ、350メーターあるんですけども、そこがあの頂上 の、 あの見晴らし展望台というところです。今回はそこまで歩いていきました。あの階段がちょっとなあのきつい階段で、長くて、まああの普段足腰を鍛えてないなというのがよくわかるぐらいの坂道で、まあ、登っていきまして、見てまいりました。まあ、見たんですけども、まあ、さほどそこまで苦労して登ってみるまでのところでもないなというのがあの受けた印象です。まあ、かえってあの下の方であの見た方が、まあ、きれいに見えたかもしれません。まあ、ここ確か国立公園、国定公園かなんかになってたと思うんですけども、まあ、その関係上、まあ、あの草木を切ることができないので、まあ、この展望台を作った時は非常によく見えたんでしょうが、あのだんだんあの草木が生い茂ってまいりまして、見えづらくなってまいりました。そこを降りまして、ダムをこうずぐるっと見まして、そしてあの帰りのバス、電気バスあの5台あるそうなんですが、5台がフル稼働してました。電気バスということは 100% 電気なくて、いわゆるハイブリッドなんです。前回乗った時には1時間に1回の運行だったんで、エンジンはかかっておりませんでした。すべてハイブリッドの電気部分で動いておりましたけど、今回はさすがに満員でフル稼働ということで電気が足りなくなったみたいで、エンジンが動いておりました。まあ、ハイブリッド車ということで動いてたみたいです。まあ、そこで、まあ、なんとかこうすごい人だったんですが、まあ、なんとか乗ることができまして、それで、帰ってまいりました。トンネルの中は信号がありまして、1台しか通れないので、そこで交互通行ということのようです。まあ、今日ここは見たんですけども、この次来週の日曜日、今週の日曜日にちょっと札幌ダムっていうのがこの近くにあるんですが、そちらの方の紅葉を撮影して、それから小樽経由で、戻ってこようかなと思います。そしてまたさらに、次の週22日の週は、函館の方に、行きまして、大沼公園の、紅葉を、撮影してこようかなというふうに、計画を立てております。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。失礼いたします。